はい、それではですね、作品解説映像音響史共存2014というタイトルで、発表させていただきます。中村茂と申します。で、まずですね、これは基本的にプログラムノート、作品解説です。で、例えばそのコンピューターで、演奏音楽生成システムを作るとか、あるいは特別の作曲システムを考えて、それに従って作曲したというのではなくてですね、作りたい、あるいは作らされたというふうなことで、ある意味で夢中になって作って、でそれをまあ後で自分は何をしたのかなというふうなことを述べさせてもらうということです。ですから、まあ、非常にこう主観的ですし、ちょっといい加減なことをこれから言ったりすると思いますので、ご容赦願います。で、共存というのはこういう2つの意味がありますということがちょっと書いてあります。で、それでですね、これは映像音響史というジャンル、これは私自身がですね、命名したんですけれども、映像を伴うコンピューター音楽にこういう名前を使っています。で、今日はテーマがビジュアルミュージックですね。で、映像と音楽の組み合わせというのはずっと昔からあるんですけれども、お前のやってることは何が違うのかと。で、なかなかそれ言うの難しいんですけれども、ちょっと2つ目に書いてますけれども、視覚的要素、見る要素によって音の構造的に変化、強調、転化させて、音楽を構成することが特徴だというふうに思っています。というのは音っていうのはですね、音楽の中で構造的意味があるわけですね。例えばピアノの中央の銅の音はですね、例えば、波長調だったら主音で安定という構造的意味がありますし、これが例えば変に長調だったら銅っていう意味で、構造的意味で緊張感とかっていう意味がつくわけですね。で、それに見ることが加わると、さらに意味がこういろんな風に変化していく。例えばピアノの銅の自白音が、でそれをピアニストがですね、思い切り手を振りかぶって思い切りこう下ろして小さい音を弾く。でそれを見てる人はですね、あ、ピアニストは当然大きな音を出すだろうと思って小さな銅の音を弾かれると、はぐらかされた感じとか意外感とかっていうことがその音に生まれるわけですね。で、これは目つぶって聞いてると小さな音の音が鳴っただけなんだけれども、見ることで初めて、そういう意味の広がりがある。で、そういうふうなことをですね、取り入れて、映像音響師、映像を伴う、コンピューター音楽を作り出したわけです。で、ですからこれはもう最初からですね、映像と音楽を一体化させて、発想構成する。で、基本的には一人の人間、私の場合は全部私がやってるんですね。で、今回の作品はですね、例外でして初めて、第三者に映像制作を依頼してやりました。で、なんでそういう気になったのかっていうことをうまくいるかどうかわからないんですけれども、そういう話をしてみたいと思っています。で、こういう内容で話をさせていただきます。で、今回のですね、共存という作品には実は原型がありまして、それがですね、テープ作品「肉声のために」という作品です。で、これは福岡でですね、こういう催し物がありまして、これはギャラリーでですね、この原田さんというダンサー、舞踏家ですね、舞踏家の写真展と、原田さんをモデルにした映像作品の展示があって、でそこの会場の、環境音楽を作ってくれというふうに頼まれたんですね。で、ですからギャラリーの企画者からはですね、要するにもうコンセプトは原田信夫の世界だと。 できたらその音にですね、原田信夫の声、音、踊ってる時のですね、そういう声とか音とかを使ってくれというようなことを言われました。で、その原田信夫さんなんですけれども、これは分かりやすいように一番にぎやかなところを撮ってるんですけれども、ちょっと見てください。で、こういう声を出しながらですね、踊ります。で、実際に足を踏み鳴らしたりして音を出して、もう典型的な音ですね。で、ちょっとたまたま動きの速いところ見せてますけれども、
で、大野和夫の系譜を弾く舞踏家です。で、極端に非常にゆっくりした身体動作で踊ります。で、そういうのを見てるとですね、日常ではこう体験不可能な時間を感じますし、それからここからここまで一つの部分、ここからここまでこういう意味があるとかっていうふうに分節が全然、できないわけじゃないですけど非常に困難です。で、それからこの方はですね、踊りの時に声を発します。で、多くは言葉以前の意味不明の言葉ですし、それから時々セリフも言うんですけれども、前後脈絡が全然なくていきなりポンとこう出るのでですね、なんていうかな、非常にこう刺激されて何が起こったのかっていうふうにこう読み取りを促進されるようなことをされます。で、それから踊る時に床を踏み鳴らしたり壁を叩いたり、いろんな音を出されたりもします。で、そういうギャラリーのオーナーから企画者からのですね、リクエストで、当時の音のみを素材にして作ろうということで、非常にまとめて真剣にですね、原田さんの昔のビデオを見て音を一生懸命聞いたわけですね。そうするとですね、伝統的な意味で その音楽的脈絡はないんですけれども、音域とか音色とか音の強さとか密度とか、なんかそういうものの推移に、私は非常に音楽的環境、音楽的な面白みを感じました。で、当初はこれテープ音楽ですから、当然他の電子音とかですね、モノ音とかあるいはヘクトなんかも使って作ろうと思ってましたけれども、彼の素材を見てる聞いてる間にですね、そういうことはする気なくなりました。もうこれは原田信夫が作ってる音だけで、出してる音だけで作ろうというふうに思いました。で、それで、17分の音楽を作りました。本当はもっと長く作ってくれって言われたんだけど、ちょっと時間がなくてもう17分が精一杯だったということもあるんですけれども、それをですね、黒岩俊也の映像作品で、輪行の狭間、映画と舞踏の引力と積力という、作品ですね。これは実はもともとの作品は彼は音がある作品なんですけれども、その音を消して、で、それを上映して、そこに私の音楽も合わせて流したんですね。で、両方ともループ再生です。で、17分と30分ですから、当然どんどんループしてる間にずれていくわけですね。で、それがですね、全然違和感がないんですよ。ずれるってことは同期してないってことですから。で、ずれることに違和感がないと、これもおそらく音楽にですね、はっきりした分節ができない、映像にはっきりした分節ができない、その映像の素材を作ってる音楽にも分節ができないということで、違和感っていうのがなかったんじゃないかなというふうに思います。それと同時にですね、これは自分で言うとおかしいんですけど、ここはずっと言ったら飽きないんですよ。映像を繰り返されて、音楽も繰り返されてるんだけど、繰り返すたびに違う関係ができるということで、これは面白いなっていうので初めてこういう経験しました。というのは私は映像音教師というのはいつも、音と映像の関係っていうのを特に同期なんていうのは非常に意識してやってたんですけれども、初めてこんなズボラなことをやってですね、このズボラなことが非常に面白かった。で、それから会期中にですね、一度その私の音とそれから黒岩俊也の映像をバックに原田さんが舞踏のライブをしました。で、このライブを見てですね、私またこれこんな世界があるのかというふうに感激したんですね。これはもう非常に主観的ですけれども。で、その日例です。この公演を見てですね、で、最初はこれも環境音楽で一種 の機械音楽ですよね、オポチュニティミュージックっていうのかな、そういう感じでもう使い捨てのつもりで作ったんですけれども、このこれちょっとなんかやっぱり作品として残したいなというふうな気持ちがすごく強くなりまして、で、それで、肉声のためにっていうのから、共存という作品を、再創造することに決めました。で、創作所の狙いということで、もちろんこう共存の創作所の
その狙いを喋りたいんですけど、その前に、まあ、原型となる作品のですね、まあ、あの狙いをちょっと述べたいと思います。でこれも最初からですね、原田信夫同世界のイメージを増幅してくれということがありましたので、これからまずは頭にあって、で、そこでですね、原田の、まあ、舞踏時の声音にも素材を限定した。でそのために、まあ、素材を徹底的にもう一度吟味した。でそれから映像を伴うんだけれども、映像とはもう構造的なもう無関係な音楽を音楽作ろう。でそれから、まあこの時はまあ会場の環境音楽っていうことだったので、要するに分節があまりはっきりしてるとそういう環境音楽がふさわしくないので、なるべく分節を困難なようなあの音に音楽にしました。でこれがそういうような狙いのもとに最初にその「肉声のために」という作品を作ったんですね。で、そこからですね、共通の場合どういうふうに狙いが変わったかっていうと、まあ、薄く書かれてるところは「肉声のために」の狙いです。でそこで作品として、映像を伴った作品ですから、であえてもう映像を自作することを放棄しました。でそれはつまりたまたま偶然の面白さみたいなものを感じたわけですから、これはもう もうあえてもうあの黒岩さんに投げようと、あと彼の映像を借用して、でとにかく時間だけ伝えて、あなたのこの間の映像を、まあ、適当に、編集してくれと。で彼はもちろんあの私の音楽も聴いてその一緒に場を体験してますから、こちらが何をやりたいかってことで非常によくあの理解してくれたんですね。それから、まあ、分節困難な外部なんですけれども、分節困難だからといってあの時間が無制限だとこれ上演とかされませんので、とにかくじゃあ分節は困難だけれども、なんとか10分ぐらいに、収まるような、構造を考えようというふうなことで、これも狙いとして、挙げました。で、その次、まあ、それでどういうことをやったかということで、まあ、作品の詳細について述べますね。まず素材面ですね。でまず最初、まあ、あの原田さんのこうビデオを見てずっと音をとにかくあのサウンドファイルに引き出して、でそこでいろいろ分類をしました。で、まあ、最初の段階ではあの20種類ぐらいの分類にできたんですけれども、そこから、まあ、さらに4系列9種類の音を使うようにしました。で、これ一時やってくとちょっと時間がありませんので、大雑把に例えば、でそれから、それを強くした音ですね。ちょっと例はあのどっちかというと無声音なんですけど、時々まあ有声音が入るんですけども、で非常に強い。でそれからですね、これはよくやりますよね。手をやってもってやる。でまあ、これちょっと違う系列ですね。五音小音による規則を、まあ、これはもう別の系列においてもいいんですけど、あのこれ一つのダンスの中で出てきたものですから、そういうふうにやりました。それからあとですね、これ結構全曲でよく使ったんですけども、あの、まあ、長く切ったものですね。これはあの床を沸かして踏み流してます。でそれから、まあ、神経列として声の感情的側面に焦点を当てたわけで、これはあの、まあ、小坂先生あたりだったらきちんとした分類法を教えていただけると思うんですけれども、あのとで、例えばですね、あと次は感情を刺激されるような声ですね。で例えばで、これは、まあ、あのこれで聞いたと雅楽の断片が分かるんですけど、実はこの前後にあの雅楽の音がちょっとなるんです。
見たら、まあ、自分なりの龍馬の作曲の経験というのがちょこっと出てるわけですね。でそれで、どうだったかな、はい、でそれでですね、実際どうやって作曲したかというと、要するに、まあ、今示した素材を選んで、ダウ上に配置することが作曲の作業です。ですから、まあ、今回なんか特別のプログラム組んだわけでもなくて、もう本当に、まあ、こういうことをやったと、もうサウンドファイルを置いていったというふうに作曲しました。 ですから、まあ、繰り返しますけれども、独自の作曲システムとかアルゴリズムは一切用いず、作曲したと。でちょっと最近私はですね、なんか自動作曲的な作業があまり好きじゃなくてですね、基本的にはもうなんか一つずつ音を聞いていって、それをまた戻って聞き直して、直してはまた次どんなことがあるかっていうようなことを、まあ、そういう作曲法が、まあ、最近の好みって言ったらあれですけれども、なんかそういう世界にハマってるんですね。でそれはあたかもですね、スケジュール表のない旅の、まあ、楽しさに似るような感じです。でしかし、まあ、私作曲活動も40年もやってますので、やっぱどっかなんか頼りながら作曲してるわけですね。それまあ規範があって、でそれをどっかにまあ無意識に使ってると。それはまあある意味で、でたらめに旅してるみたいだけれども、あいつまでにはどこそこまで行かんとあかんなっていうようなことが考えながらまあ旅してるって、まあ、そういう意味で、規範を使ってると思います。でその規範がどういうのかっていうことなんですけれども、あこれちょっと飛ばしてもらいましょう。あまあいいです。はい、でそれで、まあ、そういう規範にのっとってやるとですね、例えば、いくら分節が困難だって言っても10分間何もないとちょっとたまらないんですよね。でやっぱ当然、大体なんとなく2部構成にするし、で特にも音の性格でですね、A 系列 の物理的側面に焦点を当てて、あとの後半の B、 これは C 系列ですね、まさに C 系列の感情を表するに、焦点当てたものとに何となく分かります。でそれから、その中にさらに銃の周区分に長区分に分かれています。でこれはおそらく聞いてるとすぐパッと分かんないかも分かりませんけれども、まあ、やっぱり使ってると明らかに構成素材の違いによりですね、構造上で、まあ、区分しながら作ってるというふうなことを自分ながら考えました。でまあ、規範を整理するとですね、まあ、音組的音楽、いわゆるクラスター音楽ですね、そういうものがあって、まあ、なんとなくそれにのっとって作ってるなと。でだから素材をですね、音組、音響テクスチャーとして扱う。でそれが単音であっても音組として扱う。で音組っていうのは音響テクスチャーって音のその外見ですよね。どのあたりの音域で鳴ってるかとか、音の強さはどうかとか、密度はどうかとか、音色はどうかとかですね。でそういうもので素材を選ん でそれを並べていったり、同時に複数の素材を重ねたりして音楽を作っていってるんですね。でそれで、音楽の内容もですね、要するにそういうの状態変遷が音楽の内容になります。で例えば低密度から高密度に行くとか、音声が弱いところから強いところに行くから、その逆、音域の高いところから低いところへ行く。でそういうのが例えばゆっくり変化していったり、急速に変化していったり、まあ、そういうふうなことを、まあ、自分でいろいろ操作しながら、それこそ聞きながら作っていったわけですね。で、まあ、大まかに言うとこれも細かいこと喋りませんけれども、まあ、整理するとですね、まあ、5区に分かれて、で主要素材がこういうふうに作っていって、で音群の状態がどうなっていってるかみたいな、これちょっと時間があったらそういう図をかければ、グラフをかければよかったんですけども、ちょっとそれそこに行かなかった。でこうやって並ぶとです、並べていくと、いろんなことがやっぱ分かってくるわけですね。で素材の B、足を踏み鳴らす音っていうのがやっぱりここ全体を通してですね、でそれはなんか違うものをやっぱ結びつけようとして自分がその音を欲してるし、それからある部分とある部分があまりにもかけ離れてると、それをつなぐためにその打楽器系の打撃音を鳴らしたりとかですね、まあ、そうしたことは知ってるし、でそれから小部分の位置が A の位置が出てくるんですけども、小部分の5も A の位置が出てくるわけですね。で何となくやっぱり回帰再現っていう、でそれで自分がこれでまとまりをつけようとしてるんだなとかですね。でそれから、まあ、形式な部分も大きく言うと ABCBA
のやっぱり循環的形式が、だからここは全然考えなくて喋ったんですけど、作ったんですけれども、まあ、そういうようなことが無意識のうちに今出てきたんだなというふうに思います。で、例えば後半の方もですね、密度とか音声とかがだんだん向け、終盤に向けて高めていったり強めていったりということで、非常に、まあ、分かりやすい方向性を示しているというふうに思いました。で、まあ、時間もあまりありませんので、で、まあ、一応ですね、創作所の狙いに合わせて自分は作れたというふうに思っています。で、ただしこれはもう全部自分の主観ですので、まあ、そういう意味では上演時間だけははっきりしますよね、この作れたっていうのはね。で、あとはまあ今後の課題で自分がこれ本当にどういうふうにこういう発想があったのかとか、それが実際どういうふうに狙いに合わせてできてるのかみたいなことを、まあ、これからしっかりと示していきたいと思ってます。で、それから、まあ、舞踏時の声だけ使ったとか、からまあ映像と音楽構造的に無関係にしたままの映像付き作品というのは、まあ、あまり類がないんじゃないかと、まあ、類がないというか普通こんなバカなことやらないと思いますけれども、でそれから映像と音楽の構造的に無関係にしたままの映像付き音楽作品というのは、これは実は論理矛盾でして、始まりがあって終わりがあるというのは絶対関係してるわけなんですね。まあ、こんなことは本当はありえないんで、自分がそれができたように思ってるのは、まあ、素材が許容した偶然である。で、しかし、まあ、その偶然がすごくなんか面白かったなっていう。で、だからこれ黒岩さんにですね、もう10種類ぐらいこの音楽に合わせて違う映像を作ってもらってもいいんじゃないかなというふうに思ったりしてます。はい、長くなりました。はい、ありがとうございました。ご質疑ご討論もお願いしたいんですけども、ありがとうございますか。文節がですね、できないっていう、そういう素材だということだったんですが、文節ができないのは多分2つの現象があってですね、真相にはある可能性があるんですね。例えば私が今お母さんっていうと、これは音声現象としては文節不可能なんですよ。で、母語の人はそれできますけど、外国語で文節できないってよくありますよね。ところは、子供たちはそうやって習得するわけですね。ですけど、後天的に文字習って、お母さんとおもてなしってこう分節していくのは後天的な事実ですね。それで脳の指令では分節があるんですけれども、それを音声現象でアーティキュラトリームーブメントにするときに全部セグメントがなされなくなって、それをこちらのコーディングで再度セグメントするじゃないですか。まあ、話をこっちに戻しますと、文節は実は真相ではあったんじゃないかという気がしないでもないですが、そこはいかがですか。いや、またおっしゃる通り で僕は困難で書いたのは、おそらく人によって全部違うだろうなということが想定できるので、だから自分がですね、聞いてる時も違うんですよ、区切るところが。でも普通、まあ、僕らはこれそんな難しい話じゃなくて、普通の例えば朝鮮の音楽だったら半周詞したとか全周詞したとかで明らかに分節できますので、おそらく100人いたら100人そうだと思うんですよ。それは分かりませんけれども、でそういう意味で、まあ、単純に分節困難ですというふうに書いてるだけで、分節不可能とは書いてないんですよね。つまり、まあ、表層ではそうだけども、おそらくそれはだから私が今表面的にしかやってませんけれども、本当はこれ深く分析していったら、私がどういうふうに分節感じてるかみたいなことを分析したかってことですね、掘り下げていったら出てくると思います。まあ、あとは、音声に関してですが、比較的わーっといろいろサンプル聞かせていただいたのでイメージも湧いたんですが、ロングなのもありましたけど、最初見せていた時にはこう瞬発的なのもありましたよね。はいはい、あれは結構キューとかトリガーになってて、はい、分節のタイミングになりませんか。そうなると思います。それはそれが一つで出たのね。はい、はい、まあとても、まあ、だから難しいですね、分節ってことでしっかり言わないとね。ついつい今言ってしまうので怒られましたけど、いやすいません。こちらでばっかりしてるんですが、何かございますかね。何もこう特にこうなんていうか、様式とかそういう型にとらわれずとにかく作ってみて、それで後で自分で作ったものを振り返ったらこういうふうに分析できるという、そういうお話だったと思うんですけど、その実際に作られている段階の時に、まあ
音を置いてみて、まあ、試行錯誤されると思うんですけども、その時にこうなんていうか、まあ、何も考えず無我の境地なんていうかな、あんまりこうとらわれないようにというふうに自分にこう努力する必要があったのか、本当にそうじゃなくて、もうただこうちょっと置いてみて、まだちょっと変えてみてっていうふうにこうなんかこう、無邪気に楽しむように作られたのか、その辺りどうなんですか。無我の境地ってことはありえないと思いますね。で、ある意味で僕もちょっと言いましたけど、やっぱり自分なりの規範を持ってるわけですよね。で、僕昔はですね、作曲やるときに自分が持ってる規範を壊すっていうことで非常にシステムを考えたり、それから、まあ、コンピューターにある結果を出させてそれを使ったりとかやってたんですけども、ただこの作品はむしろ自分のそういう持ってるものにも頼ろうと、で、まあ、その安易に頼ってるのもちょっと言い訳してですね、あたくもそういうなんていうかな、自動作曲みたいな嫌ですみたいな言い方したんですけどずるいですねなんていうか、まあ、葛藤もまあありつつ、だけど、まあ、要するに本能に任せてこう音を置いていたっていう、そういう感じで。そうですね。それでね、今回これ僕はピース&なんだっけ、ピース&ペーパーか、それちょっとよくはっきり理解してなくて、で、一番そういうジャンルに応募しちゃいけない作品になっちゃったなと思って。いや、まあ、それでも、そうでプロセスがある。あと、ループミュージックという繰り返しですね、はい、あと、ミニマルミュージックのように、はい、終わり現象っていうか、ここは全く同じことをやって調子が違うとか、ちょっとズレを置いておくと、ここのパートは全く同じでもそのズレが回り現象みたいに、トータルとしては異なったことが毎回ズレとして干渉で起こってくるっていう現象があるじゃないですか。そのような可能性はないんですか。これで面白かった。なんかこれはもうそれはなかったですね。なんですか。要するに要するに、まあ、回りが出たりするっていう単位をもう把握できないわけですよ。で、ただやっぱり見てて、あ、さっきこの映像の時にこんなことになってたのに今度違うなっていうような感じの関係なんです。で、まあそれが面白かったという感じ、はい、まあ面白かったっていう事実は事実ですので、はい、それはなぜかということを探る動きがあるとみんな言っていたので、決してふさわしくないなって言ってはいないんですが、実証が難しいんだろうなという想像はつきました。はい、他に何かございますか。はい、どうぞ。どうも、素晴らしい発表ありがとうございました。最初舞踏のライブの時にそのテープの、まあ、いわゆるミュージックコンクリート的な音、その時は舞踏はライブでリアルタイムで起こることで、それに対して、まあ、ミュージックコンクリートの方は、まあ、固定されたメディアだと思うんですけれども、今回の作品は、まあ、映像も固定、ある意味固定されて音も固定されてるっていうことで、逆にそちらの方が親和性が高いとかいうようなことはご自身の中でありましたでしょうか。ですね、これちょっと自分でやっぱもうちょっと高めと分からないですね。で、僕はさっきも最後に言いましたけれども、これ本当にできたらですね、その黒岩さんという方に10種類ぐらいこの音楽に違う映像つけてもらってで、演奏者というか、その演奏会やる人が今回これでいこうかっていうふうにやっていただけるのが一番嬉しいかなと思ってるんですよ。もっと様々なバリエーションがあったものを。そうですね。で、それで、まあ、ただちょっと前提で言っとくと、黒岩さんたらそのもう原さんの追っかけずっとやってる人で、すごい有名な映像作家ですよ。で、だからもうそれでずっともう追いかけて作ってるんで、もう全然捉え方がまあ深いんですよ。はい、決してそのなんとか、だから一番のいい評論家かなと、原さんの努力に対する。はい、僕もダンスとミュージックコンクリートって見たときに、ダンスがあまりにも生々しくて、ミュージックコンクリートが全然なんか視覚の周囲に行っちゃうような経験があって、こういうふうに映像とこうフィックス両方しているとより結合して面白くなるんじゃないかなと思います。それとやっぱダンサーの声使ってるっていうのも一つは非常に何ていうか世界作ってたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。Gracias.
これで、終わりですので、今日のご発表なさった方々と、すでに参加していただいた皆さんに、シャイブを通して、拍手で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。それではですね、研究発表はこれで終わりですが、